地球のトロヤ群は、太陽に対する公転軌道を地球と共有し、地球太陽のラグラン受点、L4 と L5 の近傍に存在する小惑星のグループである。木星のラグラン受点に存在する木星のトロヤ群に、ちなんで名付けられた。地球の表面から観測すると、空における位置は、太陽から平均で60度東、または西に当たる。 アサバスカ大学のマーティン・コナーズらは、広域赤外線探査衛星を用いて、直径300メートルの小惑星 2010TK7 が、地球の L4 ラグランジュ点に存在することを確認した。これは、最初に確定した、また2011年7月時点では、唯一の地球のトロヤ群の小惑星である。 2010TK7L4L5 地球のトロヤ群に所属する天体には地球から見て月より何十倍も遠いにもかかわらず地球からはより容易にかつ安価に到達できる計算となるこのため地球のトロヤ群に属する小惑星は将来的に地球表面にはほとんど存在しない元素の供給源として有用になる可能性がある地球においては イリジウムのような親鉄性元素は、惑星の形成直後にそのほとんどが核に沈み込んでしまったため、地表においては見つけるのが難しい。これに対して、小さな小惑星では、全体の素性が地球と似ていても、熱を早期に失い、固化していると考えられるため、これらの元素の有用な供給源になり得る。また、小惑星の重力が弱いことも重い元素と軽い。 元素の分化を防ぐこととなる。2010TK7 程度の大きさの天体の質量では、その重力は地球の0.005%程度である。トロヤ群天体の地球からの光学観測は、太陽の光が強すぎて困難が伴う。このため、アメリカ航空宇宙局は、小惑星ベンヌに向けて飛行中の宇宙探査機、オシリスレックスの追加ミッションとして、 L4 の観測を試みたが発見できなかった。地球の万星としてはその他馬底形軌道と呼ばれる共鳴軌道上に直径5トル程度の小惑星クルーズンがある。この天体はおそらく一時的にこの位置にあるだけである。同様の軌道にいくつかの小さな天体も発見されている。これらの天体は1、1の共鳴軌道上にあるが L4 と L5 のラグランジュ点付近で、はかり道していないため、地球のトロヤ群ではない。ありがとうございます。